玉川徹は、テレビ朝日報道局の局員で、モーニングショーのレギュラーコメンテーター。かつては講述する、全身番組で、リポーターやディレクターを務めていた、宮城県出身。宮城県仙台第二高等学校を経て、京都大学農学部農業工学科から、京都大学大学院農学研究科修士課程へ、進学。 高校時代まではバイオテクノロジーに興味があったが、大学受験で希望が叶わず、京都大学では農業土木分野を専攻した。ドラえもん、木曜スペシャル、特撮番組などをテレビで見るのが好きであったことから放送業界を目指し、京都大学大学院終了後の1989年にテレビ朝日へ入社。内田忠夫モーニングショーでアシスタントディレクターを経験した後、 報道局の主任として、スーパーモーニングなどの番組でディレクターを務めた。スーパーモーニングの後期に、ちょっと待った。玉川総研という冠コーナーのリポーターを任されたことを機に、羽鳥慎一が司会を務める後継番組には、コメンテーターとして、レギュラーで出演。一部の曜日では、ちょっと待った。玉川総研の流れを組む冠コーナーのリポーターを兼務している。 民放テレビ局のワイドショーにおいて制作局の現役正局員がレギュラー扱いでコメンテーターへ起用されることは異例である。テレビ朝日のワイドショーに制作者の立場で20年以上携わっているが同局へ入社するまでは当時のワイドショーで横行していた取材対象者の人権を軽んじる報道姿勢に強い違和感を抱いていたという。入社直後には ワイドショーだけは担当したくないという意思を当時の編成局長へ伝えたものの最初に配属された内田忠夫モーニングショーは日本のテレビ局で最初に放送されたワイドショーの第9シリーズにあたるしかし AD として配属されてからも局内や他局のワイドショースタッフと一線を画していた配属の直後に急成した松田優作の取材を任されたところ 取りたくないものは取らないという理由から、いわゆる特落ちとして、局内で槍玉に上がることを承知で最上への取材を、あえて拒否したほどである。このような経験から、スーパーモーニング以降のワイドショーで担当している、冠コーナーでは、人間としての興味を取材の起点に据えながら、従来のワイドショーでは、あまり扱っていなかった疑問や問題も、盛んに取り上げている。その一方で、 モーニングバード以降のワイドショーでレギュラーコメンテーターへ起用されていることについてはワイドショーを作っている側として地雷を見を持って知っていることが評価されたのかもしれないと語っているザウの名はレフトルストイの短編小説のタイトルでもある光あるうち光の中を歩め健康への意識が強い一方で無駄に思えることでも自分にとって合理的であれば許せるが 不合理に思えることはとにかく嫌いと公言している。血液型は A 型だが誕生日については自身の意向で公表していない。テレビ朝日系モーニングショーでの新型コロナウイルスについての発言内容が感染拡大と政府の対策について不安を煽っているとの批判がある。最大の批判者である漫画家の小林義則は日本では インフルエンザ以下の死者数で住んでいたはずのコロナ禍を玉川通ると岡田春江が視聴率稼ぎのために徹底的に煽り国難にしてしまった欧米とは完全に事情が異なり日本でのコロナ禍は玉川と岡田が生み出した人災だと一貫して批判している小林義則による批判漫画家の小林義則は SPA の見開き記事で 欧米の対策を見習えというが、絶対に欧米と感染者数、死者数を比べない、高齢者を怖がらせて、視聴率を稼ぐ、特殊詐欺も顔負け、史上最大の不安症法だと批判している。ふとじ、出演中。ありがとうございます。